はい、皆さんこんにちは。 レクセンの佐々木博美と申します本日は2019年向けの初級講座受講生さんの方にあこの年末年始の過ごし方あこれを簡単にお話をしていこうかなと思いますけれどもあのまず2019年一発合格これを目指すためにはこの年末年始の過ごし方ここで相当がっつり勉強できてるかどうかというのが合否の分かれ目になると思っていただいてあのしっかり計画を組んんででいいたただきたいんですねでそこでまずその計画を作るときに意識しなければならないのが「あのねえー、がっつり勉強するぞ」 と言っても気が付いたらもう酒飲んでダラダラということになってしまうと意味がないのでまず自分を勉強環境に放り込むということで例えばご自宅でなかなか勉強難しいということであればあの例えばレックの自習室を使うだとかあと比較的近隣だとかでどこまで例えば図書館だとかねそういったところも含めて勉強場所を確保しておくということとあとあのそうですねご家族と一緒にお住まいになっている方であればねご家族だとかにもある程度の勉強時間の よってねえー、この日はもう勉強するよということをあらかじめ伝えておくだとかっていう、まあ、環境づくりから始めたければならないかなというところではあるんですがプラスやるべきことですね、えー、これをリストアップしてください。ということで、えー、いつ勉強するのかっていうスケジュールの確保プラスやることの確認です。 でこのやることの確認といたしましては現在その初級講座受講生さんで例えば通学で受けてますで通学で受けていてもうスケジュール通りにこなせていますという方プラス通信で受けてます通信で受けていてなおかつ現在もねスケジュール配信通りで基本的にはそれ通りで進められていますという方であればあまあ生クラスのない通学のないそして配信がまあ,あ,のあるんだったらもうそこで進めていただいて構わないんですがただ あの特にね、えー、年末年始会社が休みだったりなんかするといつも以上に勉強時間は取れると思いますからそういった意味においてはプラスアルファの余力分に関しては例えば今までやってきたところの中でですね、えー、やり足りてないもしくは苦手意識がある、えー、もしくはちょっと保留感があるところでですね例えば民法をやってる最中なんかでも、えー、これは後で民法全部済んだら見ておいてくださいとかあ不当をやってる時にも、まあ、全部済んでからでいいですよとか言ってたところがある と思うんですねでそういったところを片付けていくようにしましょう。でこれをリストアップしておくんですね。でこれに対してじゃあ えー、例えば通信で受けてますで、えー、通信で受けていて、えー、実はスケジュール通りに行ってないんですとおういう方もいらっしゃるかと思います、えー、微妙に遅れ気味ですとおういった方でこれはあそういった方々はあもうしっかりもうねペースアップしてこの年末年始会社がお休みの年末年始こそ、えー、ペースアップしてしっかり追いついていただきたい、えー、基本的にはまあそうですねそうは言っても一日二コマとかあそれを毎日聞きますとかいうことだと講義を受けたけれどもおね復習ができてない,という いう状況だと、えー、まあ十ね受けたけど中身すっからかんということの状況になってしまうと全く意味がないので、基本的には一日一コマペースで進めていくのがいいかなと思います。一日一コマ受けて、そして復習をするで該当範囲の過去問を解くそこまで含めて一日で完、えー、仕上がるとね一コマ分が仕上がるとこいうような形で進めていってください。で。 えー、いやいやあもう例えば講義遅れてます実はもう全然もう話にならないぐらい遅れてますという方もねいろんなご事情とかであると思うんですよ。でそうすると、えー、もうね例えば今現在2019年向けの講座を受けてるんですがあ例えば新十五か月合格コース受けててまだ民法お終わったぐらいですとかいやいや実は、えー、不当法ぐらいですとかあ不当法ももう終わってますんだったらともかく、えー、不当法も全然もうね中盤ぐらいですとおいった状況だと これもねえご自身の勉強環境にもよるんですが例えばあねえ社会人受験生でがっつりも時間取れませんこの先もえ残り半年がっつり時間なかなか取れそうもありませんという状況だとまあ,あこれちょっと改正のこともありますから2019年に向けてこのまま勉強を進めていくのでよいのかもしくは もう切り替えて2020年向けの対策を立てるのが良いのかあという状況にかかってきておりますのでここはちょっと若干個人差あります、えー、なので、えー、そういった方はあのー、ご相談のお電話ください、あのー、池袋の方に、あのーね、相談枠設けてありますので、えー、これはあの、ね、私のクラスの受講生さんじゃなくても、あのーねえー、そこのご相談には応じますので、あのーねえー、そういった意味ではちょっと別途の対策が必要となってきますよというところです。 で、えー、まあ,あのそういった方はちょっと別としてで、えー、なんとかちょっと追いつけば頑張れば間に合う、えー、例えば今まだ会社をね、えー、もうすぐ終わりですとかあていう状況であればあ頑張れば新十五ヶ月合格コースで、えー、2019年合格目標でそのまま頑張っていただいて構わないという状況ではあると思うんですがで特にその年末年始に関してはしっかりペースアップしていつも以上に頑張っていただけな,なければならないという状況ではあろうかなと思います。でえー、それも自分は今会 会社を受けてるけれどもどうしたもんかなという方はもうね個別の相談電話ああ頂い,いて構わないんですけれども。で 基本もうねえー、そうじゃない2020年とかも眼中ないですという状況であれば2019年向けで頑張るというところでもしっかりペースアップして頑張っていただきたいというところでありますがそうすると、まあねえー、遅れてるなおかつもう、ね、今までの分もちょっと、ね、保留感が気になる例えばあ、ね、今はちょっとね東方頑張って追っかけてますともしくは会社を頑張って追っかけてますという状況ででも不動産登記実は気になるんですよねとこういう状況の方もいらっしゃるかと思いますがまずは まあ講義追いつく方に専念しましまょうですからがっつり時間が取れるこの時期に関してはまずは講義をじゃんじゃん次々受けていくそしてじゃんじゃん復習を終えるで該当範囲の過去問をしっかりがっつり解いていくということを念頭にまず講義を進めることを優先して進めていってください。 でえー、じゃあ、ねえーまあ、基本スケジュール通りには一応ね若干遅れ気味もしくはスケジュール通りでいけてますという方で、えー、特にいつも以上にちょっと時間が取れますよとお生通学の方であればあ、ね、生クラスも終わね一旦お休みになるし、ね、日頃ね、えー、復習に追っかけられてるという状況の方だとそれがなくなるわけですね。そしてまた通信の方であったとしても配信通りに進めてる状況であれば一応講義自体は配信アップされてるとは思うんですがただやっぱりいつも以上に時間が取れる分ですね。 ですねえー、過ぎ去った過去の分について、えー、ちょっとここを強化していきたいという時期だと思うんですね。でじゃあその強化するのに何をやってよいのかというとこがポイントなんですがまずうーそうですねご自身で、えー、まああのー、これも多少個人差はあるんですが基本的には。 まず、ええー、まあ、会社法商業登記がこの間やったばかりですという状況であれば。会社法商業登記の空き性の方であれば、ええー、底上げですね、えー。これをメインに据えてやっていくといいのかなと思います。で、この会社法商業登記に関しては、ええー、基本的には過去問と、そして書式ベーシックですね。 でいやいやあもう春先の方であれば場合によっては商業登記まだやってる最中ですという方もいらっしゃるかと思います。で、えー、そうすると、まああのね、会社を置いて商業登記で最終的にはもうねセットで仕上げていくっていうのがいいと思うので、えー、そういった方であればあ、まあ、不動産登記ですね。 えー、不動産登記これを強化してやっていくという時期でいいのかなと思いますで特に、えー、まあ多くの方がですね不動産登記特に合格像過去問に関しては上巻の総論部分が実は気になりつつもやばいという方もいらっしゃると思いますので、えー、ねここの特徴と年末年始で、えー、ねあの上巻の不動産登記の過去問ね総論部分これをがっつり向き合う年末年始にしてみるのがいいんじゃないかなと思います ただちょっとね年末年始もう通常の講義に加えて不動産登記の上巻がっつり解くというだけでもえかなりもうスケジュール的にはいっぱいいっぱいになると思うんですがただちょっとそこに加えてえねあのねえ検討していただきたいのが。 書式ベーシックの卒業ですね、えー、このあたりもちょっと考えておかなければならないと思いますで、書式ベーシックの卒業に関して卒業目安といたしまして不動産登記と商業登記ってありますがまず不動産登記の書式ベーシックの卒業目安としては空き生の方であればもう卒業できてないとまずい状況です なので、えー、不動産登記の書式ベーシック空き性なんだけどやべえまだ終わってないよという方はそれをちょっといつもより多めに解いてください。で 春生の方であればあ大体不動産登記の書式ベーシック卒業としては、まあ、早ければ1月遅くても2月ぐらいには不動産登記のベーシック卒業できてないとまずいよねという状況になりますから、ねえー、全然ちょっとまだ1回しか解いてないんですけどとかいう状況の方であればあその辺りをいつもよりがっつり多めに解くという時間としてでただ2回目以降の演習に関しては1回目の演習よりは時間かかんないと思いますから比較的3時間ぶっ通して書式ベーシックを解くというのもありなのかなと思います。 で、えー、じゃあ、えー、今度、商業登記の書式ベーシック卒業目安といたしましてはまあ、空き生の方であれば、えーまあ、そろそろ卒業してもいい頃かなと思いますで、えー、卒業のめどがついてますという状況もしくは遅くとも空き生の方であれば商業登記の書式ベーシック上官下官ともに、えー、1月末までには卒業していただきたいですね。 であればあその辺りがまだまだだよという状況であれば、ねえー、年明け以降ですね、えー、他の講義もじゃんじゃん進んでいくことになりますからあそういった意味ではあちょっといつも以上にいい書式ベーシックこれを解いていかなきゃいけないという時期にはなりますし春生の方の書式ベーシック卒業あ商業登記に関しては春生は3月までには仕上がってほしいのでまあ 言いたいたのは直前期になってでも商業登記の書式ベーシックうろうろ解いてるようじゃ遅いんですよとこういう状況になりますからねえまああのそこを踏まえてねえ今の書式ベーシック解き直しまあ最低でも3回ねあの合格者一発合格者でもだい,たいえねあの普通に56回は平均で解いていますから多い問数だともう7回8回ぐらい解いてる方もいらっしゃるぐらいなのでえそういった意味ではベーシック二十丸うね連続3回で卒業。 でそれができていいるかなというとうころちょっとそれも振り返ってみていただきたいかなと思います。でプラスいやいやあ、ね、通常通りに言ってますよということであとはまあ、ね、あの一応不動産登記の上巻に関しても、えー、合格ゾーン不動産登記の合格ゾーン過去問の上官に関しても、まあ、そこそこ解いてますと、まあ、そこそこまんべんなく進んでますよという方にとってみると、まあ、特にこの時期苦手分野を潰す時期にしていただきたいんですね。 例えば苦手分野潰す時期で言うと、まあねえー、例えば不動産投機の月間の、えー、やあの区分建物だとか信託あたりっていうのがまだやり残し感あるんですとか、ねえー、あと、まあ、仮処分のところに関しては民事法制に住んでから構いませんけれどもほかにも例えばあ会社法だとか商業投機なんかにおいてでいうと、まあ、例えば、ね、募集株式の発行だとかあ種類株式が実はやばいとか、ね、あと、まあ、あのだたい一般的には例えばその組織再編とかねそのあたりがやばいんですとういう状況の方 まあ丸一日かけてでもなかなかちょっとそういったボリュームではないので合併だけではなくて合併会社分割そして株式交換株式移転そして、えー、ね組織変更だとかも全部含めてそれをまるっと、ね、完全攻略していこうの時期としてはまるっと3日間会社法商業討議込み込みで組織再編と向きは3日間にプラン組むのもありなのかなと思います。 でそういった意味ではあの、ね、年末年始やるべきことのテーマを決めて、えー、進めていくでそのためにどんだけ勉強時間が必要なのかあといったところで、まあ、一般的にその一発合格される方もう大晦日かも元旦もないぐらいにガツガツ勉強されてる状況ではあります。ただこのの年年年年年末末始始っつり頑張っておけば来年の年末年始 楽しく、うん、ゆったり過ごせる年末年始過ごせると思いますから、ねえー、2019年、えー、ここで合格していただくと、うん、もう民法改正のことだとかあからも解放されるという状況でありますからぜひですね,、えー、やっぱねここの年末年始にかかっていると思っていただいて。 えね、あの日々言い訳することなくうね、えー、ガツガツう頑張っていいたただきたい年末年、ね、始自分以上にやったやつはいないと胸張って言えるぐらいに取り組んでいただきたいかなと思います。 あと1点最後申し上げておきたいこととして先ほど書式ベーシック卒業うんぬんの話はいたしましたがただ書式ベーシック卒業に関してもそれをやばい卒業間に合わないという方であったとしてもえね記述だけ書式ベーシックだけ3日間ぶっ通しというのはちょっとバランスを書くかなと思いますからまあ基本的には書式ベーシックは卒業を目安のにいつもより多めに解くとしても例えば毎日3時間ぐらい解くにしてもそれ以外の時間に関しては例えば択一だとか ああもうプラス並行してやるように、えー、していただきたいかなと思います。ってことであのぜひですね、えー、悔いのない、後悔のない年末年始、えー、年明け以降にうわ充実した年末年始過ごしたわと言えるように、えー、ぜひ頑張っていただきたいかなと思います。それでは皆さん、えー、頑張ってください。